キックキャンセルないんだけど、牽制技長っ。長っ。その無知の後に SA3 入らないの、いやさすがに無知なしでも入るわ。てかこの連携だけでマスターいけそうなんだけど、来たな、触れるぞ。ちょっと触るか。秋のキャラクター選択画面のちっちゃい画像ブスすぎるんだけど。うわー来た。え、キックキャンセルないんだけど。え、ちょっと待って、え、牽制技長っ。これ先端攪拌ないだろ。あー、しゃがみチューパン、しゃがみチューパン長えな。お前しゃがみチューパン長えな。うわこれ繋がんのか、なるほどね。てかドライブダッシュめっちゃ強えこいつこいつこいつドライブダッシュめっちゃ速え。あ、マイステップ見にくお前嘘だろ、見えねえぞお前のマイステップ。待って、こいつのマイステップやばいかもな。いや見えないわ多分このマイステ。いけるわみんな。いやでもこれやるぐらいだったらもう一回毒入れて毒ループじゃね、その後ムチ入る。え、てかこの連携だけでマスターいけそうなんだけど、こいつその無知の後に SA3 入らないの、いやさすがに。てかそもそも無知なしでも入るわ。え、へーるこんなんだってさ、戦闘中にさまずこれ見せられるじゃん一回、投げあるんだって思わせてさ。絶対入るわこれ、だってこういうのでさこうやってやってるわけでしょ、牽制で。でいきなり走ってきてこんなことしだすんでしょ、やばいだろ。あ、モダン秋、いやいや強そうだけどね、モダン秋全然全然強そうだけど、コンボが割と長めだから、まあモダンでもできんのかな、あのコンボ。ちょっとモダン秋触ってみるか。これある、オッケー。あ、あるじゃん強いの、強いよこれ全部あるじゃん強いの。このね、この中盤がね結構強くて、でその後このこれ、これがめっちゃ強いから、これさえあればモダンいけそうやな。これでもめっちゃむずいね、やろうとしたら。まあでも難しいけどやれる、モダンでも技は揃ってるね。でもこの難しさ多分みんな触ってやめると思う、配信者は。プロゲーマーならまだわかるけど、なんか配信者が使う難易度ではねえ気がする。チュンリーぐらいむずいかも、まあ、結構俺で難しいからめっちゃむずいと思うよ、うん、モダンもむずいよ多分。確かにダルシムやってたらもう何でも強く見えるわもう。まあ初心者キャラではないと思うよ、初心者キャラかどうか判断できるの知ってるみんな、初心者キャラかどうか判断する方法。もうトレモ行って操作難易度を見ればわかる、ハードラシード、ハード兼ノーマル、チュンリーハード、ザンゲーフハード、ダルシムハード、ガイルノーマル、ブランカノーマル、こいつイージーにしろマジ、ハードハードノーマルノーマルイージーイージーノーマルノーマル
ノーマルノーマル、イージーが2キャラしかおらん。めちゃめちゃカジュアルマッチいるぞ、アキが大量発生。ミスったね。やばい、完成した。やばい、俺空き使いかもしれない。もう困ったら後ろ台系下 P やんないとな。今の届かないの、ジャックで。へる、投げしてこないな、この人。さよなら、死にました。生きてる。ちげー。